チリーンとは、イギリスの競争馬である。1890年代末に活躍した。クラシック登録がなかったためクラシック競争には、出走していないが、アスコットゴールドカップ、ジョッキークラブステークスに勝った。タネボバとしても、イギリスで2回、アルゼンチンで1回、リーディングサイヤーとなった。馬名は、母アルカディアにちなみ、ギリシア神話に登場する。 ヘルメイスのキュレーネー山から取られたものである。日本では昭和初期にはサイレン70年代頃にはサイリーンと表記する例が多かったが、香港ではシリーンで統一することとする。遅う生まれの上成長が遅れたため、オーナーブリーダーのチャールズ・レイローズはこの馬をクラシック登録せず、成長したシリーンを見て後悔したと言われている。負けたレースは2歳、3歳児に一度ずつだけで、 クラシックには出走権がなかったが、後のダービーステークス優勝馬ジェダーをニューマーケットステークスで破り、同年ジョッキークラブステークスを圧勝した。翌年は、当初からアスコットゴールドカップを目指し、ここを八場審査で圧勝。レース後に引退が発表された。種ボバ入り後は、種付けの申し込みが殺到し、初年度の種付け量は150ギニーにまで高騰したが、 その初年度3区は、わずか2つしか勝利をあげられなかった。1905年にはキケロが、ダービーステークスに勝ったものの、失敗シュボバの評価は変わらず、1909年には、アルゼンチンに2万5千ギニーで輸出される結果となった。だが輸出後になって、残してきた3区の中から、エプソムダービーバを3年連続で排出し、1909年と1910年には、 リーディングサイヤーを獲得した。また、3区の一頭であるポリメラスは、後に種ボバとして成功し、シリーンのサイヤーラインを伸ばしていった。輸出先のアルゼンチンでもナシをなる対象馬を3頭、送り出すなど成功している。1924年に競養地である、オホデアグア牧場で倒れ寝たきりとなったが、30歳まで生きた。性格は極めて恩和で常に人を気遣うほどであったと。 伝えられている、ノートページ参照、ありがとうございます。